登らせないよ。ママです。今日ママです。今日ははい。何でしょう。私の体重でひまわりちゃんのお家のドアのところがもう壊れちゃったので。バキッとね。今ねガムテープ貼ってるとこなんだよね。はい。そして今日新しいお家を買ってきました。じゃあ一回ねハムちゃんを持ってくるんで。はい。お待ちください。はい、お待ちください。あのお家はね、そのまましたらもうひまわりちゃんの生命に関わるのね。ガムテープポンって外れたらもうパカーン、ルイ君カワイン入っちゃうかもしれない ね、 ね、まあ、正直言うとかね、お家の中も結構ボロボロになってきたね。あのやっぱプラスチック柔らかいとこあるとハムスターかじっちゃうんだね。そうね、そうね、うん、はい、こちらでございます。これですね。これを外しちゃうと、あーいや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 、あー脱走するわ、あー出てきちゃう、あー脱走した、あー脱走した、脱走した、あーはいはいはい、あとどこが壊れたんだっけか、ね、結構ね、こういうとこボロ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 だよ。ここ、わかりますかね、これ ね、 ね、ここら辺とか、この辺とか、かじっちゃって。そう、このお家も良かったんだけど、うん、ここ壊れたから、うん、もうこれもダメだ、セキュリティはできるけどね。どうしようもないね。セキュリティ、はい、というわけで、このお家にお別れいたします。はい、新しいお家を、じゃパパさんお願いします、出してください。マクドナルド、ブルブルとイエト、イート、ヤート、ディズニーランド、ヘイ、ハムポット、ヘイ。実は以前、うん、はい、まあ、まーちゃん、おちゃんがまだ生まれる前にニーニーとネーネがハムスター飼ってたんだけど、その時に使ってたタイプと同じハムスターのお家ですね。あらららららら、また登っ、あらら、また登っちゃった、また登っちゃった、噛み登らせないように危ない危ない、ほら、はい、おばあちゃんがあのハムちゃんのお風呂持ってくれたから、お風呂に入れてあげよう。はい、みんなひまわりちゃんのお風呂タイム、あ、はい、お風呂タイム、見ないでね。お風呂は見ないでね。もう慣れたもんだね。おーおーおー、すごい気持ちよさそう、すごいすごい、うん、お風呂タイム、わーお、もともと素っ裸だからハムスターは。はい、じゃあ組み立て組み立て、ふぅふぅ、付属の回し車がでかいこと、でかいこと、めっちゃ大きいじゃん、ハムスターより大きいよね。え、どんどん巨大化してるけど、いいのかな。はい、なんとかはまりました、はい、なんかコツがちょっといるみたいですね、うん、はめるのには。そしてこれ、はい、前のお家についてたやつ、これが今回のやつ、これね、多分これをこのまま入っちゃうと思う。ああ、入っちゃった。また一回り大きくなりましたけど、走りやすいかな。今回は、はい、中に引くのはこれじゃないんです。木の靴じゃなくたって、うん、たこれはおさようなら。はい、じゃじゃーん。じゃじゃん。やわ心地、なんか紙みたいなんだけど、そうそうそう、ここに書いてある、天然紅葉ジュパルプ 100%。紙よりふわふわ。紙よりふわふわ。あ。あああ、ポップコーンみたい、違うかな、なんか思ってたよりはふわふわじゃない。そう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 、おーすごい、おーすごい、なんか生クリームに見えるんだけど。確かに確かに、でもティッシュよりは柔らかくないな。紙より柔らかい、紙より柔らかい、でも気持ちいい。ハムスターをちょっと、ハムスターをちょっと、もう一回出してみましょう。はい、こ、はい、こっち寄りの方がいいかな。ハマれた。上からやるからね、上から、上からやってしまった、上からやっちゃったから怖かったの。だいたいスタンバイ OK ですか。はい、じゃあひまわりちゃん、カモンベイビー、ひまわりちゃん、新居に、はい、新居に、ほっ、楽しいね、ところね、探索中だよ。なんかいつもと違う、違う、めっちゃなんか白いやつついてんじゃん、ふわふわしてる、ふわふわして、なんか落ち心地が違うみたいな。でかい回し車も入りました。もう？もう入っちゃうの？もう入りました。ここが一番落ち着くみたいな。あ、どう？回り心地。走りやすいんじゃないかな、大きいから。はい、止まります。ジムだ、運動だ。あ、なんか回し車気に入ったみたいだね。
本当好きだね。気に入ったんじゃないですか。それならよかったよかった。引っ越し、はい、ね、完了で、ここまでは引っ越しだけですね。じゃじゃん、かじって壊してストレス解消。壊すのかよこれ。いたずらハムスターのクラフトハウス S 2個入り、ニュースペーパーとファンシーカフェって書いてある。2個いらないわ。いや、これ壊したら新しいのをまた入れてあげるってことじゃない。ニュースペーパー、じゃあここに書いてみましょう。かわいい。じゃじゃん、おお、簡単。サウンドペーパー。え、あ、これは屋根。屋根。え、もうすぐできちゃうのこれ。めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単。まーちゃん、おーちゃんできちゃう。めっちゃ簡単。ウキウキをして。おお、面白いよね。うん、屋根をつけます。はい、はい。お、いいね。あと、おーちゃん、はい、前のとこ見てみてください。はい。私はこれだ。お、お、できた？できた。できた。よし、じゃあ、よし。お、ここからもしかしてこんな感じで出てきますかね。この映像今日は撮りたいね。ね、リアルで。ね。豪快だな。ふわふわも撮れた。え、お家入るか？え、お家入るかな？あ、入った入った。すんなり入った。え、やっぱり。隠れるとこがあると入れたくなっちゃうかな。こんにちはーって言ってきた。こんにちはこんにちは。まーちゃんさっき噛まれたからビビってるね。ちょっとビビってます。はい、お家に入ります。ハウス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 、オマイガース、ハウス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 。ママのあの、ここ隠れたんですね。ひまわりちゃんの大冒険。ひまわりちゃんの大冒険。ひまわりハウスハウス、ひまわりちゃんの大冒険。ひまわりちゃんの大冒険。テーブルハウス。ひまわりちゃんハウス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 。あ、いいよ。はい、待て待て、自分で出てくるよ。待ってみよう。窓から出てきた。何じゃ出ない。これならもうダメだ。あの手使うしかないよ。出て。はい、じゃーん、ハムハムピューレー。イエーイ。これはね、猫ピューレーと一緒だね。大好きなやつだ。初めてあげるから、まだ大好きかどうか分かりません。猫には大好きなのね。じゃあまずさ、ピューレの味をさ、はいはい、味見させた方がいいんじゃない。で、美味しいって分かったらさ、臭いの？魚？魚？イチゴが匂いしないよ。え、そうなの？え、いちご、いちご味でしょ。いちご味でしょ。でもほんのりいちご。魚。魚。チュルッと。こんな感じなんだ。はい。チュルッと。食べてる？食べてる食べてる。美味しいかな。美味しいんじゃない？あ、おお。あ、振り伸ばして食べてる。美味しいんじゃない？おお。ちゃんやって。ぎゅっと。あまりいっぱい出さないでね。あ、こんなものかな。あれ？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 どこ行った？どこ行った？はい、まだあるよ。まだあるよ。あれ？え、嫌い？いちご嫌い？え、嫌い？嫌いみたい。すみません。嫌い？生まれるの嫌だよ。舐められるよ、舐められる。嘘！嫌いみたい。いやいやいや、猫じゃないからそれで呼べないよ。ハウス入ってください。うん、ハウス入ったら。ハウス入って。ほら、匂い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 、ダメだよこれ。ダメよこれ。ちょっと待って。ここから入った。ほんと、ここ、それ猫じゃないから。ちょ、ひまわり。そう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 。食べた？あ、食べた。指につけると嫌なんじゃない。いや、でも今あの確かに取れました。取れました。はい、顔がそこから出てるところ。めちゃいい家じゃん。うん、これもあります。じゃーん、かぼちゃの種。かぼちゃの種は初かな。そうですね。かぼちゃはあげたいよね。確かあげたあげた、うん、めっちゃでかい。お、食べてる食べてる。後ろ向いてる。どうしたらいいの。うん、かわいい。え、どう使えるかわかんないな、この人も。でかい。
ちなみに入れないね、かじれてないんじゃないこれ。でもなんか、かじらないと いられないみたいな感じ。あ、でも、あ、皮ごと食ってる。皮ごと食ってる。あ、あ、あ、中に入れてあげて、じゃあね、はい、入れましょう。中にかぼちゃの種一応入れとこう。はい、早速ひまわりの種食べ始めた。あ、テーブルあそこでいいじゃん、テーブルここ。あ、テーブルいいね。ひまわりの種スッと取っちゃうよ。もうかぼちゃの種1日1個でいいよね、これ。でかいから。はい、1日1個も多いね。ひまわりの時々1個みたいな。そうだね、時々ね。新しいひまわりちゃんのお家はこんな感じになりました。はーい、はーい。どうする？ハウス、ハウス、ハウス、もうハウスの中にいるね。ハウスインハウス。頼むひまわり、ハウスが開いてくれ。おいしい。聞こえた。あ、開いた。頼む、窓から渡してくれ。食べたい。かぼちゃの種食べた。かぼちゃの種食ってんの？やだ。なんかほっぺたにさ、無理くり入れてない？ね、もうお腹痛い。めっちゃやってる。入れて。加えてる。口に加えてる。かぼちゃの種加えながら走ってる。漫画の中ではあれだね。男は走るよ、ハム太郎。あ、話した。これはこれ。やだ、ひまわり。やだ、ひまわり。やだ。あ、脱走する。脱走。母ちゃん手助けしないで。はい、脱走して。じゃあ、はい、パターン閉めて。これで安全だ。はい、これで安全です。はい、というわけで、これで新しいお家にお引越し完了です。はーい、エイブルティーズね。感想どうぞ。全部楽しかった。そればっかりやな、おばちゃん。お家を作って、ハムちゃんが喜んでもらえるなんて嬉しかったです。まあなんかママはよりしっかりして、あと開口部も広いし、見やすいよね。いいお家かなと思います。はい、グッドボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、問題、問題、久しぶりじゃない？久しぶりの問題だね。ひまわりちゃんのハムスターの種類は何でしょうか？はい、わかった方がコメント欄に書いてくださいね。っていうかずっと気になってたんだけどさ、肘になんかついてるよ。え、何？グッドボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。かわいいかわいい、言ってんだ。バイバイ。かわいいな、ひまわりちゃん。ハウスの屋根からひまわりちゃんが顔を出すところを狙っております。うるさいね、これ。どうしよう。ちょっとあんた何してる？あ、今奇跡顔出してたよ、そこから。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。